お疲れ様です。こんばんは。今日は戦争反対、憲法改悪を許さない大分橋のスタート集会ということで始めさせていただきます。私は新富士板橋区の伊藤幸恵と申します。司会を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。スタート集会ということで、まずはじめに記念講演していただきたいと思います。お時間がないそうなので一番最初にやっていただきますが、皆さん5月3日の憲法集会でもね、元気のいい発言お聞きになったかと思いますが、石山直子さん、許すな憲法改悪市民連絡会の事務局長さん、石山直子さんをご紹介いたします。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。すいません、時間がないというのもですね、明日は朝から山梨でですね講演がありまして、山梨は統一候補の宮沢優香さんというですね女性の候補者の方と一緒にですね講演、ダブル講演をするということで、朝からなのでなるべく早めに興奮に入らなければならないということで、すいません、ありがとうございます。明日もですね朝講演が山梨で会った後、すぐにですねまた東京に戻ってきて公演があって、次の日はまた千葉に行ったりですね、なんでこんなことになってるかというとですね、やっぱりコロナでなかなかこういった学習会ですとか集会とかそういったことができなかったけれども、ここに来てこれは本当にまずい、力を合わせなければまずいということで、今全国各地でもう急ピッチでですね集会であったり参議院選挙に備えたり署名を行う体制を作ったり、そういったことが広がっています。ここ板橋でもですねこうやって今日スタート集会開かれるということで呼んでいただいて本当に嬉しく思っています。まずですねこういった急ピッチで全国各地でいろんなところでこういった集会が行われているのもですね、なんといっても本当に憲法がやばいからなんです。本当にやばいです。毎回やばいって言ってますけれども、今回は本当にやばい。来年の今頃私たちニコニコしてらんないと思います。今回の参議院選挙があって、万が一3分の2を改憲派に取られてしまったらもうやばいですね。もう何度もやばいって言ってますけれども、臨時国会を経て、そして来年の通常国会、多分4月は統一地方選挙もありますから、そういったことも含めて4月中はやらないでしょうけれども、5月のちょうど今頃閉会に向けて毎週憲法審査会が開かれて、リアルに9条改憲に進むと思います。変えられたら大変です。また変えるには大変ですからね。向こうは黄金の3年間と言っていますけど、私たちにとっては暗黒の3年間です。これをこのまま来させていいのかという、今そういった時に立っているので、もう一度ですね、私は気を引き締め直して頑張ろうという、そういったお話をしていきたいなと思います。まずはですね、私がさっきからやばいやばいって言ってるんですけれども、何がやばいかと、憲法審査会が本当に大変なことになってるんです。参議院はですね、とびとびにやってるんですけれども、衆議院は毎週やってるんです。毎週やってるんです。昨日もやってました。ここでですね、どういったことを話されているかというと、そもそもですね、憲法審査会なんて開く必要ないんです。私たちはずっと開かせなかったのにもかかわらず、開かないってなると、野党の国会サボり、税金泥棒と、ものすごいバッシングを受けるんですね、週刊誌に叩かれるんです。野党の国会サボりと。どっちがサボりだと。去年のオリンピックの時、夏、もう感染者数が、6000人近くに東京はなった時でさえも、国会を一向に開こうとしないで、そのまま騙し討ちのように衆議院選挙に突入したのは一体誰ですかと。それなのにもかかわらず憲法集会、あるいは憲法改憲のこの審査会をですね開こうと言っているんです。しかしですね、蓋を開けたらびっくりなんです。そんなに憲法審査会を開きたいと言っている人たちだから、さぞかし真面目に出てるのかなと思ったら、
寝てます、うん、自民党の人たちの大半は寝てる、死後をしている、携帯で動画を見ている、もっとひどいのは退席をしている。3分の1が退席してるんですよ。21人中7人がいなかった。この前はどっちが国会サボりでしょうか。着席した瞬間から携帯の動画を見てるんですよ。これはですね、有永さんも私もですね、そいつにですね、ついついですね、ツイッターでなんか寝てましたねとかね、動画見てましたねとか直接言ったんですけれども、そうしたらすごいんです。最初は携帯で動画を見ていた。で、私たちがつついた。私もですね、嫌に言ったらしく、今日は動画を見る時間が短かったですねとか言って言ったりとかすると、次の週何をするかと言ったら、今度は携帯じゃなくなったんです。タブレットを持ち出したんですね。そして昨日はなんととうとう iPad を持ち出しました。どんどん画面大きくなってて、これで仕事してるからいいだろうみたいな感じでやってるんですけれども、あなたの仕事は憲法審査会に出る、ちゃんと出席して議論を聞くことでしょうと。それをみんなですね、内職して何にも聞いてないんです。野党の方はもう全く立ちもせずですね、立ち歩きもせずですね、きちんと座って聞いてるんですね。まさに学級崩壊みたいな状態になってるんです。まあ、こういう不真面目な態度に加えてですね、発言内容もまあひどいんです。去年の参議院の憲法審査会ではこんな発言が出ました。自民党の古川さんというですね、参議院の医師免許も弁護士免許も持っている、まあ、エリートですよ。彼がですね、こう言ったんです。私は弁護士ですけれども、司法試験以来憲法なんて使ったことがありません。裁判は民法が憲法でどうにかなるんです。こんな使いにくい憲法変えた方がいいって言ったんですよ。ちょっと国会議員も弁護士もやめた方がいいんじゃないかなと思ったんですけれども、まあこういうこと言うんですね。で、国民民主党の矢田和歌子さんは、私憲法審査会で委員になるまで全然憲法なんて知らなかったんですって言ってるんです。国会議員ですよ。そしてもう一方は、あの自民党の船田一さんですね。船田一さんは憲法審査会でこう言ったんですね。今の憲法は解釈会見が横行されるから変えた方がいいって言ったんです。解釈会見を横行してるの誰ですか。お宅の安倍晋三さんじゃないですかと、まあ、こういうことを言うんです。または憲法、今のですね、今の衆議院の憲法審査会では、これはですね、輪をかけて維新がですね、まあ、はっきり言って国会内のチンピラですよ。チンピラみたいな感じでですね、ブイブイ言わせてるんです。例えば立憲の奥野総一郎さんって筆頭幹事がいるんですけれども、彼はすごい頑張ってるんですね。憲法審査会では緊急事態条項のこととか、憲法9条のこととか、自衛隊の違憲のこととか、しつこくしつこく維新とか自民党に言われるわけですよ。それに対して答えない、違憲かどうかとかもわざと話をはぐらかしたりとか、相手の土俵に乗らないとか、あとは緊急事態条項のことを急に、自民党の新藤さんという方がですね、持ち出した時にはかなり強い言葉で糾弾されたんですね。その言葉を聞いてですね、なんと維新の足立さんがですね、こう言ったんです。今この憲法審査会は今まで野党の、特に立憲野党の皆さんのわがままで開かれなかったにもかかわらず、開いてくださってありがとうございますのお礼もなく、糾弾とは何事だと、懲罰動議だと言ったんです。こういうことを言ったり、あとは共産党の赤嶺さんいじめですね。赤嶺さんに対して8つの質問を維新が意地悪して言ったりとか、でさらにそれで3分で答えろとか言ってみたり、あとは全くのデマを持ち出すんです。じゃあ共産党さんは自衛隊を使わないと、国力を使わないと、じゃあどうやって日本の国民を守るんですかと、ああ分かりました分かりましたと、共産党さんは市民に火炎瓶持たせるんですねと、何かあったら市民に火炎瓶持って戦わせるんですね、ああ恐ろしい、破防法適用を無駄すぎますということを言うんですよ。これ今3週続けて火炎瓶持ち出してますからね。火炎瓶なんて言葉どっから出てきたのかって話なんですけど、突然デマを持ち出して共産党火炎瓶の共産党火炎瓶何度も何度も言うんです。それを何も知らない一般の人が聞いたら、あ、共産党さんって火炎瓶持って戦えて恐ろしい党だなってに思われてしまうわけです。こういう印象操作を、平気で言ったりするんですね。また医師の小野さんなんかがこの前、
今時の戦争は戦車や砲弾が行き交うものなんかじゃないと、サイバー戦争なんだから今の憲法9条はふさわしくないから変えた方がいいって言うんです。テレビ見てないのかなと思いませんか。ウクライナの戦争を見たって戦車も砲弾も飛び交ってるにもかかわらず、まあ、こういうことを言ったり、昨日の稲田朋美さんはもう過去最高にひどかったです。稲田朋美さんは最後の発言でですね、もう時間もオーバーしてるのに稲田朋美さんはこう言ったんですね。日本が何にもしなくても中国が日本の海域を攻めてくる、日本が何にもしなくても北朝鮮がミサイルを撃ってくる、日本が何にもしなくてもロシアがサイバー攻撃を仕掛けてくる、日本が何にもしなくてもテロの脅威にさらされる、日本が何にもしなくてもずっとですね、日本が何にもしなくてもシリーズをですねずっと言って、だから憲法9条を変えた方がいいんだと言ったんです。何にもしなくて責められるわけないじゃんと。見てみなさい、日本は軍事費用も倍増してですね、それで、もうミサイル防衛とか基地拡大も軍拡にも本当にひどい再軍備をしているにもかかわらず、そういうことを平気で言って被害者面をしているんですね。いやもう私は戦争の実態を学ばなかった大人たちがこぞって集まってですね、わー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 憲法9条を変えようって言ってるんです。この憲法9条という言葉もですね、今までの憲法審査会ずっと出てこなかったんですよ。誰が言い出したか、ゴールデンウィーク前に維新が突然言い出したんです。維新が突然憲法9条はタブーじゃないと、皆さん議論しましょうよ、そう言ったら、あらかじめ打ち合わせしてたかように自民党の西村さんがそうだそうだと、もう議論を尽くしてやりましょうよというふうになってきたんですね。そこが雪崩を打つように今憲法9条の話になってます。あと1ヶ月憲法審査会ずっと続きますよ、多分6月15日の閉会までずっと続くと思います。多分マジで変える気ですよ、向こうは。私たちは本当にどうするのかということ、ちょっと危機感を持っていただきたいなというふうに思っております。まあこういう状態の中で自民党はですね、改憲実現本部という名前に変えましたね。今まで自民党憲法改正推進本部から憲法改正実現本部へと名前を変えてですね、やるぞという気持ちで来ているわけです。そしてその実現本部の皆様がですね、若手議員と中堅議員をですね、50人実動部隊と組織して全国で憲法集会を開くと言っているんです。こういう集会を開くと言っているんですね。なので私たちももうこれ以上の萎縮は許されない、頑張らなければならない。そしてもう一つは維新です。この前の衆議院選挙びっくりしましたね。維新があんなに東京で票を取ると思ってなかったわけです。大阪ぐらいだろうと思ったんですけれども、まさかまさかの大阪じゃなくて東京でもかなり維新の票が取れてる。これは国政選挙だけではなく自治体選挙でも同じような現象が起きています。維新旋風なんていう言葉は聞かれてますけれども、実は維新は風なんかじゃないんですね。地殻変動だったんです。地下水脈のような地道な努力を彼らはして、これは風なんかじゃなくて確実な地殻変動でした。恐ろしい。なんかこうそういった頑張ってる地道な行動をしているから、そして分かりやすい言葉、先ほど私が維新の足立さんなんかが言った言葉をスラスラとですね暗記したりで言ってましたけども、覚えちゃうんですよ。小難しいこと言わないから憎たらしいけど覚えちゃうんです。維新劇場に巻き込まれてるわけですね。日常を使う言葉で言うもんだからこう覚えてしまうんですね、嫌だけれども。なのでなんか新しいこと言ってるみたいな感じに思われるんですけども、自民党と何ら変わりもない。強いて言えばカレーライスかライスカレーが違うぐらいですね、ほぼ同じなわけです。まあ、こういった維新の地殻変動、なんと維新はですねノルマがありましてね、毎日電話何百本、握手800回毎日やってるんです。でどこにでも顔出す、小さなところにもどこにでも顔出す。でさらに大阪ではテレビめちゃくちゃ出まくってますからね、めちゃくちゃ強いんです。こういったですね草の根的な地下水脈のような運動を維新は自分たちで考えたのかと。違うんですよ、私たちの運動を真似てるんです、パクってるんですよ。日本の運動のいいところは地味で地道なところなんです。海外の運動ってなんか派手でね
いやストレッチじゃんとかね、なんかもう黄色いイエローベストなんて感じですけども、日本の運動のはまあ地味なんです。でも地味で地道なところがこの日本の運動のすごくいいところで、なかなか真似ができないところなんです。私たちこう各地に、全国各地に球場の会とか市民連合とか総係とかオールなんとかとか、もういっぱい各地にできてるじゃないですか。そして憲法集会のようなね、この前の憲法集会みたいなのができると、私もこの前思いましたよ。5月3日の憲法集会の時にゾロ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 ね、市民運動家の皆さんがゾロ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 と行くのを見て、どっからこれ湧いてくるんだろうかと。やめた安倍晋三さんはさぞかし私たちのことを恨んでたと思いますよ。あいつらなんだと、俺の行く道にいつもいつも立ちはだかると、なんだのじいさんばあさんまで絶対思ったわけですよ。署名を特会1回2000万署名だ3000万署名でやれ、緊急署名だね、もう何なんだと。で駅前にはしょっちゅう立ってて、駅前の鳩かみたいなね、鳩か私たちみたいな感じでもしょっちゅう駅前にいるわけですよ。本当に腹が立ったと思います。こういう足を引っ張るような地道な運動が、私たちが75年間憲法を変えさせてこなかった力なんです。なんだ市民運動負けっぱなしじゃないかと言われるけれども、何言ってんだと、黒星が守ってきたんだと、黒星が守ってきたから今でも変えさせられてないじゃないかと。これは私たちの歴史的勝利ですよ。この運動を真似てるんです、草の根運動を。だから私たちは自信を持ってこの地味で地道な運動を続けていかなければならないというふうに思っております。まあ今私は 5.3 憲法集会の話をしましたけれども、この前の憲法記念日の有明防災公園で行われた集会には1万5000人が集まったんですね。コロナが始まってから過去最多です。1万5000人が集まった。では逆に対して改憲派はたったの500人、たったの500人、誰で1万5000人、向こう500人ふんみたいな感じなんですけれども、まあ、これをですね、私がツイッターで言ったところですね、もうこれもですね、一気に稲穂の大群のようにですね、うわーっと来てですね、何が来たかというとですね、じゃあ国民投票で解決しようやと。そんな1万5000人で胸張ってるんなら、じゃあ国民投票で解決しようやじゃないかと。表出ろみたいなね、結果でなんかあれかみたいな、そんなことを言うんですよ。で、私たちもですね、ついついですね、ああ、じゃあやってみろと。もう絶対憲法9条なんか変えさせないぞと。みんなそう思ってるよと思うかもしれないけれども、そうじゃないんですね。この国民投票法と言われてますけれども、実は改憲手続き法という名前なんです。国民投票法とか国民投票と言われるとなんかいい言葉に聞こえますけれども、改憲手続き法なんですね。この改憲手続き法っていうのはすごく不備ばっかりなんです。もう本当皆さんもご存知のように、まずは最低投票率がないわけですね。皆さんご存知のように、今日本は最低投票率を毎回更新するかのように選挙に行かないわけです。特にコロナ禍で選挙に行く人は少なくなっている。こういった状態で最低投票率もないようなこの改憲手続き法で国民投票を行ったらどうなるか。投票率 20%、30% で、向こうは組織動員をして、決まっちゃったらみんなが決めたんだからいいよね。本当にそれでいいんでしょうか。75年間ずっと守り続けてきた憲法、なんで守ってきたのか。それはやっぱり私たちの戦争責任、これを果たすためですよね。犠牲と、そして加害の中から手にしたこの憲法9条を変えさせてはならない。これをみんながいいって言っても、たった 20% ぐらい投票率でもいいじゃないかって、本当にそうしていいのかということを考えなければならない。だって誰々さんを選んでくださいっていうような簡単なもんじゃないんです。小難しい条文の変更を投票するわけですから、若い人たちとか多分意味わかんない、どこがどう変わってどういう意味なのか意味がわかんない、意味がわかんないからいいかないってなると思うんですね。なので最低投票率が定まっていない。そしてもう一つ CM 規制ですね。まあ私たちも金ないですから、もう金のない集団ですから私なんて、そんな私たちがですね、一歩何億もする CM 立てられないわけですよ。さらにどんなに金積んでも電通さんがうんと言わなければ、金積んでも CM 枠に入れてもらえないわけです。 CM の枠っていうのがあってですね、一番高いのは逆 L 字型って言われて、 L 字を逆にひっくり返したような形なんですね。
月曜日から日曜日までの朝の時間帯と土日の全ての時間帯、新聞の欄で言いますとね、こういう逆 L 字ですね、L 字をひっくり返した、この逆 L 字のこの時間帯が一番高いです。朝は皆さん時計代わりにテレビをつけている、あらよく見ている。土日はどの時間帯もしいるかもしれないからつけている。この逆 L 字の中に CM を入れるのが一番高いんですけれども、ここいくら金積んでも電通さんがほとんど持ってるんです、この枠を。だから電通さんが、いやいやこれはちょっと僕たちと違うからとか言ったら、どんなお金積んでも入れてもらえないんですね。でさらに私たちみたいにね、もう選挙の時誰出すかで本当に苦戦してますけれども、有名な人なんか出てくれない私たちが言ったら政権が潰されるかもしれないと思うから、そうなると向こうは AKB とか EXILE とか使ってくるかもしれないですね。でなんかもう秋元さんなんかがね、じゃあ曲作ろうかなんて言ってね、憲法改正のね、未来へとかね、明日へとか躍進とか、そんな歌なんか作られちゃった分には、私たちがいくら個別訪問して「すいません」なんて言ったって全然太刀打ちできない。 AKB の方がいいんですから、 EXILE で淳の方がやっぱいいわけですから、それを私たちがピンポンなんて言ったって絶対にかなわないわけです。そういうところを見ても圧倒的に不利なんですね。私たちがいくら規制したって向こうのは金持ってるわけですから、だからもう簡単に国民投票でじゃあ決着つけようやなんてやっぱり言えない。まずは会見手続き、まずは発議させない、発議させない運動をしていかなければならないということです。そもそもですね、みんなが決めたからいいかっていうこともちょっと考えなきゃいけないですね。イラク戦争の時だってアメリカの行った戦争に対してイラク国民の 80% が賛成したんですけど、後になって間違ってたって言うんですね。でも後になって間違ってましたって言ったって、死んじゃった人たちの命はもう帰ってこないんですから、命が関わる問題をどう議論するかということも私たちは考えていかなければならないというふうに思います。まあこういったですね、国民運動をやっていく、市民運動をやっていく中で、まあ、とても重要になってくるのがですね、私たち側のアピールですね。今言ったように向こうはものすごい金を持っていますから、何だってできます。ポスターも作り放題、 CM 流し放題だけれども、私たちは何にもない。どうやって行動していくかってことがすごく必要なんです。私たちの運動側のアップデート、更新も求められています。例えば皆さん、ほとんどの皆さんがスマートフォン、携帯電話を持っていると思いますけれども、昔は公衆電話だったり、もっと前から言ったら電話交換手だったりする時代で、みんながみんなその辺で電話できなかったけれども、声を届けるという目的は同じままですね。ツールは違っても、電話交換手でも携帯電話スマホでも声を届けるという目的は同じだけども使うツールで、ここにも書いてありますけれども、ガリ版とコピー機もそうですね。昔はガリ版で吸ってたけれども、今はボタン一つで何千枚とできる。でも印刷するという目的は変わらないわけですよ、けれどもコピー機になってる。じゃあ果たして私たちの運動はどうですかと。まだ皆さんどうですか、ガリ版のままですか、大丈夫ですか。運動だけは変わらないのはやっぱおかしい。ガリ版からコピー機にならなきゃいけない。今私ガリ版って言ったら大体皆さんの目が輝くんですねあの匂い、あの時のこのスピードみたいな、あのこの輝き、皆さんどうか忘れないでほしいですね。私たち輝かないといけないんです。誰かに人に物を訴えたり選んでもらったり、そのためには今皆さんガリ版って言った時に輝いたこの目でですね、輝いた運動をやっていかなければ若い人たちに伝わらないんです。あ、楽しそうとか、楽しそうと思わなければねいけないと思います。そしてもう一つ大事なのは、私たちの運動新しくなっていくことも大事なんですけれども、何でも新しければいいってもんじゃないんですね。だからしっかりと次世代につないでいくということが大事です。そして若い人たちに何をアピールするかといったら、違いをアピールしなければならないんです。この前の都議選の時も共産党さんが、まあ、みんなずっともごもごして言えなかったオリンピック中止反対をバシッと言ったと。それで他の党一緒にね、野党共闘やってるみんなも、そうだもう今こんな時オリンピックやってる場合じゃない、今中止もうやめた方がいい、そういうふうに言い切ったことによって、なんと都民ファーストさえもこの流れにですね便乗して、やばいこのままじゃ負けちゃうと思って、選挙ポスターに後からオリンピック
ックは中止もしくは延期をっていう丸いシールを貼り出したんですよ。私たちあの時振り切ったからだと思うんですね。やっぱ何事も振り切りってすごく大事だと思うんですね。テニスも野球も卓球も振り切んなかったらスマッシュもホームランも打てないわけですよ。何事も振り切ることがとても大事だと私は思っていて、都議会議員選挙の時はやっぱりしっかり振り切れたからあれだけの勝利を収めたんじゃないかなというふうに思っています。だから何が言いたいかと言いますとね、皆さん毎日同じ服は着ない、毎日同じものは食べない、そうですよね、同じものは選ばれないんです。だから私たちがまず何を考えなきゃいけないかというと、自民党にはできないことを考えなければならない。さあ皆さん、自民党にはできないことは何でしょう。私は2つあると思うんです。自民党プラス維新には絶対できないこと。1つ目はジェンダー平等です。自民党の皆さんは性差別の塊のような党です。性差別が当然としてある党ですから。そして維新もそうです。マッチョの塊です。その人たちが絶対ジェンダー平等は実現できません。都議会議員選挙の時に私の地区では統一候補を立ててやったんですけど、隣の地区ですけれども、時に自民党のおじさんが70ぐらいのおじさんですね、落ちちゃったんですけども、あの自民党の70ぐらいのおじさんがですね、あの立ったと。であの共産党の候補者が統一候補になったんで、共産党の候補者は統一候補だと、絶対負けられないということで、なんと菅首相まで入ってもう全体一をかけてですね、潰しにかかってきたんですね、日野市ですけれども。その時にその自民党の70ぐらいのおじさんをですね、丸川珠代さんと西村さんがですね挟んでですね、丸々候補をどうか男にしてやってくださいって絶叫してるで、そのですね、西野さんっていうですね候補者もですね、最終日はですね、皆さんどうか私を男にしてやってくださいって絶叫して、私たちも応援演説でその後ですね、先ほど自民党の皆さんが男にしてやってくれ、男にしてやってくれと絶叫していましたけれども、では今まで何だったんでしょうかみたいなね、そんなこと言っていたんですけども、まあ、そういうことを言う人たちは絶対ジェンダー平等は絶対できない。またですね、これも落選した、石原伸晃さんのところはですね、なんと女性の支援者全員にですね、真っ白な伸晃のマークつけたエプロンをつけさせてたんです。国防婦人会みたいなね、女は選挙なんかいいから握り飯でも握ってろって言うんですかと、まあ、そういうことをですねやっていたんです。まだこういうところには無理ですよ。そしてあと維新ですね、彼らはこの前も失言がありました。顔で選べばうちが一番だと、なんて失礼な、しかもそれおじさんが言ってますからね、許せないって感じで、橋下徹さんももう、まあ、維新じゃないかもしれませんけれども、まあ、橋下徹さんもかつてはですね、米軍基地のせいで起きている性暴力の問題、性暴力の事件が起きた時に風俗を活用すればこういう性犯罪は起きないと言ったんです。最低です。こういった人たちにジェンダー平等はできません。しかし私たちならできる。なぜなら私たちは長年差別問題に取り組んできたからです。いろんな差別問題に取り組んできたけれども、なぜ私たちの運動の中でまだ性差別があるんでしょうか。まずまだ女性差別があるんでしょうか。それは自分のあまりにも身近なものの差別だからです。自分の隣にいる妻やパートナーを傷つけているかもしれない、そういうですね、自分と向き合わなければならないのは嫌で、なかなか私たちの運動の中でも女性差別というのはなくなりません。しかし今まで差別問題を取り組んできた私たちは努力すればできます。わかります。だから今ここに来ている男性の皆さん、女性の皆さんも含めて、やっぱり自民党にはできない女性差別撤廃の問題、一生懸命取り組みましょうよ。私たちにはできるんです。あの人たちには死んでもできないわけです。森会長みたいなのいるんですか。私たちも日常に住む森いませんか。私たちは森になっちゃいけないんです。そしてもう一つ、命と暮らしを守る政治です。これは自民党には絶対にできません。私も自民も維新もできないですね。維新はだって人口がですね、大阪880万人、東京の人口は1400万人、約 1.6 倍の人口の数が違うのに、ダントツでコロナの死亡者数が多いんですよ。まあ、こういうところも絶対できないですね。そして自民党はできない。私女性相談会で今本当にですね、もう時間がないのでその話はしませんけれども、まあ、大変な、もう助けてっていう声もですね言えないわけです。
そうガンガン生きてるのにお腹すいたって言えないんです。それも誰のせいですか？次女、共助とか言った人のせいじゃないですか？まず自分で何とかせえと。それでもダメなら他人に頼りなさいと。それでもダメならじゃあ公助でって言っても、なんか水戸黄門の印籠みたいな感じでですね、公助を使っているような人なんですけれども、アイモストのせいでどれだけの助けての声が圧殺されてきたか。許せません。今こそ憲法25条を使わなければならない時に、憲法なんか使ったことありません、憲法なんか知りませんっていうような人たちでは絶対に命と暮らしを守るような政治はできない。これも私たちが、憲法を実践している私たちこそが実現できるものだと私は思っています。まあ、こういうことをですね、私たちはどうやって伝えていくか、街中でという話なんですけれども、やはりしかめっ面で説教口調で絶対 NG だと思いますので、明るく楽しくですね、だって虫に例えちゃ悪いですけど、やっぱ明るいところに寄ってきますから、人っていうのはですね、まあ、明るく楽しく、私たちを選んだらハッピーみたいなね、そういうことをプレゼンテーションしなきゃいけないんです。自分の思いを喋るんじゃないんです。私たちを選んだらこういう未来になりますよっていうプレゼンテーションをしなければならないんです。さあ皆さん、今日から通販番組を見ましょう。通販番組を見て言葉を磨きましょう。彼らはすごいですよ。絶対に実現しないかもしれないことを言うんです。自民党みたいですね。痩せもしないのにスッキリボディを目指せますとか、生えもしないのに育毛効果を期待できますとかね。まあそこまでね、皆さん嘘つく必要ないですけれども、でも感覚としてはそういうことです。私たちを選んだらこうなる。孤独を抱えている若者たちがいっぱいいるんです。その若者たちがあの四角いツールでいつもいつも携帯見て寂しいからなんです。この寂しさの受け皿に本当は私たちがなんなければならないんです。横のつながりがあるよ、地域のつながりがあるよ、楽しいよ、レール降りてもいいんだよ、そんな一生懸命働かなくてもいいんだよ、もっと楽しい豊かな生き方があるんだよ、こういうワクワクするようなキラキラするような私たちの運動をアピールしなければならない。例えばインスタグラムが若い人たち大好きですね。食べ物、こんな美味しい食べ物があった、こんなカフェに行ってみた、こんなインスタスポットで写真撮ってみた、何が楽しいのかなと思うんですけれども、それが楽しいんです。しかし私たち、インスタ映えしてますかね、どうでしょう。若きらいいって問題じゃないんですよ。皆さんもインスタ映えするような運動をしたら楽しい、市民運動をすると毎日が超楽しいみたいな映える生き方をすることによって、若い人たちも、あ、楽しそうだな、やってみようかな、戦うって楽しいな、ずっともやもやしたけど我慢するより声に出した方がいいじゃんって言って運動に合流してもらえる、憲法を守った方がずっと僕たち楽になるんだ、そういうふうな、あの、持ってもらえるような運動をしていかなければならないなっていうふうに思っています。沖縄の運動にね、学ぶものってすごく大きいと思うんですけれども、例えば昔ですね、読谷村っていうところはですね、 90% 以上がですね、基地だったんですね。でも村民が協力して基地の中に村役場を作ったんです。その時に米軍がですね、ブルドーザーで、そして日本の軍、あの、機動隊がですね、もう市民を追いやろうとした時に、沖縄の人たちはどうしたか、この読谷村の村民200人はもうわーって戦ったんじゃなくて、みんなでカチャーシー踊って歌ってですね、機動隊と米軍がこうあっけに取られてですね、止めたんですよ。私たちもやっぱりそういったですね、楽しく持続可能な運動をやっていかないといけないんです。さあ皆さん、この前のゼレンスキー大統領の演説を国会でしたと後に、ゼレンスキー大統領の演説より一番恐ろしかったのは、その後に発言した自民党の参議院議長の山東昭子さんの演説でしたね。ウクライナの人々が自分たちの命を顧みず祖国のために戦っている姿を見て感動しましたって、超怖いと思ったんですけども悲壮感で人の心を煽るのは簡単なんです。悲壮感で人の心を動かすのは簡単なんですけれども、その先に何があるのかといったら、じゃあ命を顧みずになるんです。悲壮感と軍国主義は一体のものです。私たちの運動もついしかめっ面で悲壮感漂わせてやってしまいますけれども、この先にはやっぱ長続きしない。だから私たちは悲壮感という軍国主義からきっぱりと手を切り、そしてもう一つ大事なのは代行主義です。なんかこう辛い時期があると誰か出てきてね、ヒーローのようにね、月光仮面のようになんかやってくんないかなって思いがちですけど、それはもうダメですね。代行主義ともきっぱり手を切る。
私たち一人一人が暮らしの中で輝いていくことが政治を変えることなんだということで、誰かに頼るんじゃない、私たち自身が変わらなければならないんだと。人を変えるためにはまず私たちは変わらなければならないので、自分たちは変わっていくようにしていきたいなというふうに思います。今日はですね、このレジュメの裏にですね、2枚の写真つけています。総係はですね、青年部を作ったんです、やっと。総係の青年部はですね、この間オールドスタイルニューウェーブっていう合言葉にしてですね、何でも新しければいいんじゃないかと、今までの運動をしっかりと引き継いでいこう、そして新しい風を吹かしましょうよということで、いろいろ教わってるんですね。この1枚目の写真はですね、これは署名の練習をしてるんです。署名板なんか首からぶら下げたことないですかね、わかるんですよね。で、署名板、しかもこの署名をやりながら署名板持つ人、横でチラシ配る人っていうので、あの2人1組になってやるんですけれども、チラシの巻き方も練習するんですね。こうやって巻くと、で取ってもらったら、あのパッて手なんて離しちゃいけないんですよ。取ってもらったらこちらから離さないで、このまま署名板にもう近づけるんですね。引っ張っていく、この練習をしているところですね。そして2枚目は、これはですね、デイサービスじゃないんですね。これは SNS 講座やってるところなんですね。こうやってですね、署名の取り方、チラシの巻き方、チラシの上りの付け方を教えてもらったときは、こうやってですね、SNS を私ら若者はですね、教えるということでですね、この皆さん、地域のですね、あのおじちゃん、おばちゃんたちを呼んでですね、SNS って言って、まあこれすごく大変だったのは、次の週にみんなパスワードを忘れてきてですね、パスワードの再設定から始めるっていうのはとても大変だったんですけども、まあこういったことをやって、若い人頑張れじゃなくて、一緒に頑張ろうと。今すごい世代なんですよ。 戦中生きてた人たち、戦争体験者も残ってる、そして戦後の大変な段階の世代たちも残っている、その後に来た団塊ジュニアの人たち、ロスジェン世代、そして私のようなゆとり世代、でその次の Z 世代、全部揃ってるんですか、戦争体験者も含めて。ここでしっかり運動を継承しなかったらもったいないでしょうと。だから私たちは一丸となってやるんです。若い人頑張れじゃないんです。なんせ人口が多いのは団塊世代の皆さんなんですから、人口が多いところが頑張んなきゃいけないんです。キラキラしなければならないんです。今私33なんですけれども、もしこれ憲法を変えられたら人生100年とやってますからね。あと60年以上生きなきゃいけないんです。67年はやだ、憲法9条がない世界で生きるのはやだ、33の私は嫌なんですから、もっと下の子たちもっと嫌ですよ。だから未来のために、子供たちのために、この言葉が今一層、より一層重みを増してきていると思います。75年間雨の日も寒い日も暑い日も街頭に立ち続けて、憲法9条を変えさせなかったこの運動の継承をここで止めてしまうのか。頑張らなければならないですね。もう一度皆さん、もう疲れたと思ってるかもしれませんけども、明日からですね、もう一回、もう一度頑張ろうということで、駅前の鳩よりも多くですね、駅に立ったりして頑張って、今日も先ほどハッピーロードの大山駅の前で共産党さんやられてましたね。いいですね、あそこ。なかなか、あの、遮断機が上がらないから、みんな誰も強制的に耳に入ってる。素晴らしい。あそこいいですね。もうビッグポイントですよ。これから皆さんとですね、いろいろ工夫しながらですね、数打ち当たるってことでも時間もないのでね、もうとにかく思いついたことはどんどんやってみるという形で、もう必死で、あの、頑張ってまいりたいと思います。頑張りましょう。ありがとうございます。聞いて本当にね、国会の中とかいろんなことが、私知らないことが、あの、話されましたけど、あの、自民党の中の議員の中でね、憲法を変えるのもおかしいよという人はいないんですか、こういう保守の方に。あんだけいるんだからね、中には、やっぱり憲法を変えるのはやばいよ
というような議員はいないのかなと思って、そういうのはあまり聞こえてこないんですけどね。どうもありがとうございます。あの私もほぼ使えない世代になっているんですが、あの SNS ですけど、あのお若いからむしろ使っていると思うんですけど、 Twitter と Facebook とありますの で、まあ、多分皆さんは失礼ながら Facebook がギリギリ出る人の方が多いと思い出するんですが、あの今までやっていた Twitter の中で逆にあの何て言うかハッキングさらされたみたいなことはないんでしょうか。それをちょっとお願いします。要するに荒らされるとか徹底的に逆にやられるとか、そういうあの怖さも一面あるとか、それが どういうふうにあの投げ通してきたのかを見てよ。じゃあここでお二方の、はい、やっていただきましょうか。はい、自民党もですね、いや昔はもしかしてハト派とかねいたのでね、そんなもう野中裕子さんとか古賀誠なんかがずいぶんマシンに思えてきちゃうっていうか、まあでもこれはちょっと岸田さんの話になりますけれども、岸田さんもともと宏池会だったんですよね。ハト派と言われてるところでした。だから池田勇人さんの所得倍増計画とかパクってですね、また言ってるわけなんですけれども、あの岸田さんはこのままで首相になれないと思ったわけです。宏池会のままでは、宏池会はやっぱハト派で、自民党っていうのは今までそういったハト派とかタカ派の中で政権をたらい回しにすることによって政権維持してきたわけですよ。タカ派の人がやったら国民が怒ってわーってなったら、じゃあハト派の人を宏池会の人を池田勇人とか出してまたなだめつかして、そうやってずっと政権維持してきた。しかしここに来て安倍一強政治が続いて、改憲反対、あ改憲、あの憲法改悪しようと、憲法改正しようと言わなければ首相になれなかったんですよ。だから彼は何をしたかといったら、宏池会の古賀誠さんを切ったんですよ。古賀誠さんを切ったんです。切って、それで桜井よし子や日本会議にすり寄って肌だとかいろんな右翼雑誌に出まくって媚びを売ってですね、それで首相になれたんですね。憲法改正するって言わなければ勝てないというような時代になっちゃったんですね、この一強政治みたいな。だから古賀誠さんはですね、切られた後にこう言ったんです。政治家は目的を達成するために悪魔と手を結ぶことはあっても、悪魔に魂を売ったら政治家失格だと。これは岸田さんのことを指してるんですね。岸田さんは悪魔に手を魂を売ったんです。そうまでしないと自民党は今持たなくなってるんですね。憲法改正って言わなければダメなんです。この前の3年前の参議院選挙で私たちが3分の12を取った、改憲反対派の3分の2を私たちが取った時も、それでももう絶対に法律的に無理、改憲なんかできないにもかかわらず、安倍元首相はもうずっとなんか何かに取り憑かれたように憲法を絶対改正するってずっと言い続けてきて、なんかかわいそうだなと思ったんですけど、あれ言わなければ支持者がいなくなっちゃうからなんですね。だから国会の中にも自民党の中にも、いややめた方がいいんじゃないかなと思っている人はいると思うんですけれども、とても言えるような状況じゃないということなんです。で皆さん思い出してほしいんですけれども、安保法制、戦争法の時も自民党の中で村上さんとかね、ちょぼちょぼいたわけです。安保法制反対する自民党は、なぜああいう声が上げられたか、それは国会外の私たちの運動が強かったからなんです。自民党の中のんと思っている人たちが声を上げられる勇気を持てるような、そのような私たちの運動の強さが持たなければならない。だから今はまだ言えないんでしょうけれども、これから私たちは運動がどんどん盛り上がっていって、これは本心を言った方が、もしくはもしかしたら本心じゃないかもしれないですね、人気取るためにですね、憲法はやらない、今は変えない方がいいなんて言った方が、私たちのなんかお伺いを立てられると思ってもらえるぐらいに、やっぱ私たちの運動って強くならなければならないなというふうに思います。自民党一人一人ですね、あんたどう思いますか、本当はどう思ってるんですかって聞いたこともないので分かりませんけれども、でもやはり彼らはやっぱり私たちが
支えてますからね。私たちが投票しなかったらただの人ですから。そうなるとこう風を読んでですね、見ますから。第一はそういった大きなムーブメントを起こさなければならないなと思います。向こうのですね牙城を崩すためにも我々の運動の飛躍が求められていると思います。そして SNS ですけれども、私のツイッターを見られている方はご存知だと思いますけど、毎日炎上、毎日戦われてます。毎日フルボッコを帰れ帰れ、もう挑戦帰れと言われていますけれども、これもですね不思議なのが、一人何百アカウントを持ってるんですよ。何人もいるように見えますけれども、一人が何百アカウントを持ってる。この前私稲田智美さんのさっき言う日本がもしね何もしてないのにシリーズをですねツイッターで言ったら、昨日からもうボコボコにされてるんですけれども、多分稲田智美防衛団がいるんですね。あと安倍晋三さんのこともですね、私がなんか悪く言うとですね、ものすごいフルボコのフルボコでなんかボコボコにされるってことなんですけれども、ボコボコにされるんですね。これもですね彼らに防衛団がいるんです。彼らの親衛隊っていうのを金もらってツイッターでやってるんですよ。だからすぐ私たちに対していくらもらってんだとか言ってくるんです。自分たちのお金もらってるから。でさらに菱山直子さんって本当にいたんだとか言われるんですよ。実在しない人物になりすまして 何百アカウントと思ってやってる人たちいっぱいいるから、私なんかが本当にいると思わなかったみたいで、本当にいたんだとかね言うんですね。なので私たちやっぱりこう IT 化っていうのが、私リベラル界隈でとても進んでなくて、なんだネットなんかリアルだろうみたいなね、そういうとこまだまだあると思いますけど、でも今の若い子たちはみんなネット見てるわけだから、ネットも一つの力なわけですね。結構大きくなってきている。そこに乗れるようにならなければならないんですね。ただネット頼みだけではダメですね。両方、リアルとネット、この両輪でこそ、これこそが私たちができることなんです。彼らにはできないことなんですね。なのでネットでフルボッコにされますけれども、それはやはり私たちの力が弱いから、だから声を上げる、特に女性にリンチみたいな状態になるんです。私とか伊藤夢乃さんとか石川由美さんとか北原みのりさんとか、そういう女性たちがですね本当に毎日ひどく叩かれているんです。私もですねレイプされろとかね、殺してやるとか、もう本当にひどい加工の画像を作られたりとかしていますけれども、こういったことに対抗していくためにね、去年私は菱山弁護団というのを立ち上げて、全国80名の弁護団ができて、こういったネットの対策をしているんですけれども、私たちもですねネット運用なんていう言葉があるぐらいに向こうはネットを活用しているので、私たちもネット作用って言われるぐらいに、ですね両方頑張っていきたいのにやること多いですね。指も動かさなきゃいけないし、足も動かさなきゃいけないし、本当にやること多いんですけれども、頑張っていかなければならないなというふうに思っています。ありがとうございます。ネット作用になりましょう。はい、その他いかがでしたでしょうか。はい、あー3人上がってますね。じゃあ前の方からいきますね。私港区で活用、共産党の活動もやってるんですけど、やっぱりツイッターとフェイスブックやってるんですけど、どうしてもツイッターとかフェイスブックがやってると、どうしても仲間内っていうか、こう同じ価値観っていうか、の人としか結局はつながらなくなってしまうという、そういうジレンマみたいなのがあるんですけど、こうどうしてもこう、会社とつながっていっても、やっぱり活動してる人、結局そうなっちゃうんですけど、こう政治を同時、共産党だけじゃなく、日経野党にこう投票したい、したいんだけど、もう何をこう物差しにして、こう一票を投じたり、活動していいか分からないような人に、こう、働きかけみたいなのを、昔からすごくちょっと分からないところも、やっぱりなんか、もやもや感みたいなのが、どうしてもあるんですけど、ヒントみたいなのがあるので、教えていただきたいなと。やっぱり、こう、やっぱり声かけ、ネットでもやっぱり声かけしてると、やっぱり男性の方よりも女性の方が、なんかこう、
なんかこういうことに困ってるとかってよく代理人メールいただいたりするんですけど、なので地元の例えば調査課の事務所にこう連携取ってみたりとかしてはいるんですけど、やっぱり女性もそうね、やっぱ男性もやっぱりこうなんていうんでしょう、コロナ禍で困ってる人もこういると思うんですけど、こういろいろこうなんかやっぱり、コロナ禍でもやっぱりあとは人権問題でやっぱ男性も困ってる人もいると思うんですけど、こういう声でありたくも出られない人にどう話しかけていったらいいのかなというのがちょっとヒントを、まあ、もしあれば教えていただいたらなと思っています。はい、ありがとうございます。レジュメの中で楽しくなければ続かない、悲壮感漂う運動からの脱却をつかめつつある積極性で、どんな市民運動に魅力を感じますか。もう本当、確かにその通りなんですけども、ただ私たちの中にもね、つかめつつある積極性、それしかできない人もいるんですけども、そういう人と一緒に仲良くの楽しければどういうふうにしたらいいんですか。後ろの方、女性の方です。その中ジェンダー平等ってある言うんですけど、私の夫はご飯も作ってくれるし、いや洗濯はしなかったんですけど、よく働いてお金を持ってきてくれてよかったんですけど、そのせいか私はピンとこないんで、何ですか、選挙の時にポスター見てピンとこないなと思ったんですけど、なんかピンとこなくなること。ちょっと最後のところ分かりました。じゃあお三方の、はい、ありがとうございます。まあ、SNS がまたなかなか広まらないということですけど、ぜひハッシュタグ活用してもらったらいいかなと思います。ハッシュタグを今流行ってるハッシュタグみたいなのがどんどん出てくるので、それをつけると、まあ、フォロワーとかいろんな人が見てもらえるなと思うんですね。まあ、ハッシュタグが何かって分からないと思われる方もあるんですけど、そのボタンを押すとですね、同じことでつぶやいてる人たちが一斉にですね、ふるいをかけられて出てくるんですね。なので、まあ、こういうハッシュタグをぜひ活用してもらったらいいかなと思うんです。あと、まあ皆さん最初 SNS 始められるとなかなかフォロワーが増えない、全然拡散されないと思われますけれども、まあ、SNS ってのは日進月歩の世界ですから、毎日毎日発信をしていく中で徐々にフォロワーが増えていくということですね。まあ、手っ取り早く増やすにやっぱり炎上しかないんですけれども、まあ、そういうふうにね、本当に右翼ばっかり増えちゃうんでね、私のフォロワーもすごいいますけれども、半分は右翼っていう感じなんですが、まあ、こういうですね、日進月歩の世界なので、コツコツやっていく運動も同じですね。コツコツやっていくということが大事だと思います。そしてですね、もう一つ、まあ、その積極症になっている方がいらっしゃる、ね、その人がどうして積極症になってしまうのか、自分の中に誇りはないか、上から目線になんでなってしまうのか、知ってる僕と知らない君たちみたいなね、そういう風になってしまってるんじゃないかまで突き詰めなくてはいいので、一緒に通販番組でも見て、ジャパネット高田にはならなくてもいいので、まあ、なんかさ、明るく楽しくやろうよって練習してみるのもいいかもしれないですね。私たちもよくですね、練習してるんですね。どう言ったら魅力的に聞こえるだろうかとか。実は私はよく街頭宣伝で昔は8時間とかやったこともあって、何をしていたかというと、いろんな話をして通行人の顔を見てるんです。どのキーワードで振り向くか、どのキーワードで目が動くか、これをずっと研究しながら喋ってみたりとかしたんです。そしてもっとすごいのは、大塚駅でよく街頭宣伝やってるんですね。全路連の方が大塚駅に駅出てマイクが届くまでの距離を測って、音がどこまで聞こえるかっていうのを距離を測って、その時間で収まるフレーズをいっぱい作ったとか、こういうですねことを言えば、上から目線の積極調に短いフレーズだったらならないんじゃないかなと思います。まあ、本当に通販番組とかね、そういったところを見てですね、明るく楽しくですね、今なら期間限定の野党共闘がみたいな、まあ、すごいふざけなくていいんですけれども、まあそういうですね、明るく楽しいっていうのは、自分たちがあなたこうしなさいじゃなくて、
一緒にやろうよっていうようなやり方の方が聞いてもらえるのかなと思いますし、ちょっとずつ改善していくのかなと思います。まずはあなたもっとこうした方がいいっていうよりは、ここからここまでの距離ってこれしかないかなみたいな、同じ話をしてもいいんじゃないかな、じゃあここからここまでの距離で聞こえる範囲だけのフレーズ作ってみようとか、そういったことをやってみてもいいのかなと思います。そこからの青年部もなかなか話し慣れてない子たちがいるので、あらかじめ原稿みたいなの作っとこうということで、その短いフレーズをみんなが言えるようにっていうのを練習したりしているので、ぜひその辺も参考にしていただけたらなというふうに思います。で、最後のジェンダー平等の話ですけれども、いいパートナーさんに恵まれてね、羨ましいですけど、やっぱりジェンダーギャップ指数120の国ですから、日本は。これはですね、家庭内とか自分のパートナーだけの問題じゃないんですね。企業とか、そして国会内を見てください。人口の半分は女なのに 99% 男なんです。 90% 男なんですよ。この前の衆議院選挙でも女性の割合っていうのは下がったわけですよね。これを見ても日本はまだまだ遅れてる国だなというふうに思います。今中絶薬のことをめぐって問題になってますけれども、女性の体が自分のことを決める、中絶しようと決めてるのに、どうして男性の意見まで聞かなきゃいけないのかと。男性の許可なく、女性が中絶するかもしれないって平気な顔でね、医師会のおじさんたちは言うわけですよ。実は中絶ってすごい儲かりますからね。困った女性たちがいくら金積んでも下ろしたいとか言ったりする闇のところもあるので、もう医者によってバラバラなんです、中絶の費用っていうのは。すごく儲かるから嫌だって言ってるところもあると思うんですけれども、こういうですね、女性へのビジネスですとか、そういったところも男性社会だからまだまだ根深いと思うんです。今の AV の AV 新法のこともそうですけれども、やはり男性たちが儲かるんですよ、ああいうもの。ものすごく大企業なんです。だから女性たちの政策者で儲けてる男性たちが多い。この社会の構造上本当にすごく多くなっているんですね。自分たちの家庭のことだけではなく、社会全体を見てみると、まだまだ女性が家に、男性が外に、非正規雇用の問題もそうですけれども、ほとんどが女性が非正規雇用なわけですね。なんでかっていうと、妊娠出産したらどうせ家に入るだろうってことで、花から就職差別をされている。もっと言えば大学の入学さえも入学差別されてましたね。女性はどうせ妊娠結婚していなくなるから最初から取らない、合格点上げない。女に生まれたってだけで、私たちは100点満点を130点満点で取れないわけですよ。こういうところも下駄履かして、下駄をですね、男性たちに脱いで、やっぱり平等になっていこうっていうことが大事だと思うので、家庭内だけではなく、社会全体を見て、もう一回自分たちの家庭内や自分のパートナーに振り返ってどうなのかなって考えてみることっていうのは大事だなというふうに思います。一個気づいたらたくさん気づきますから、あれも差別だったんじゃない、あれもこれも差別だったんじゃないかって思い出すので、ぜひですね、ちょっとそういう目で見てもらえたらいいなっていうふうに思います。ありがとうございます。で、終わりになっちゃいましたが、あと一人ぐらい大丈夫ですかね。いかがですか。はい、どうぞ。森川さん、どうもありがとうございました。とても素敵なお話を聞かせていただいて、まずしかめつらだめその通り、はい、ありがとうございます。それで実は私たち板橋では一つの言葉は、50% プラス1票以上取ることが選挙に勝利することだ。そのためには一部保守の人たちもこちらを振り向くような運動ってどういうものなんだろうか、あるいは選挙に行ったことのない人にどうやって振り向いてもらえばいいのか。一つの例には、なれますで30代ぐらいの女性が、話は分かったけど私今まで投票に行ったことがないのでどうすればいいんですかって言って、一瞬めまいが来たんですけれど、そういった動きも出てきてはいるんですけれど、先生にお尋ねしたいのは、投票率アップのための呼びかけっていうのは、なんとなく砂を噛むようなところがあって、つかみどころがなくて、何か先例とか他の事例とか、あるいは先生の考え方とかいうので、何かご返事をいただけるとありがたいです。以上です。
ありがとうございます。ズバリ共感と寄り添いとですね、みたいなね、なんでいたことないのとかじゃなくて、あそんな忙しいもんねとかね、だってあの若い人たちって本当に忙しいわけですよ。で新聞取るお金もないわけ、月々温泉、ね、年間通したらもう大変なお金ですから、それをもう新聞読む日もない、携帯見ればいいじゃん、携帯でただでニュース見れるよ。もう携帯で見たら自分の好きなニュースしか出てこないわけですよ。携帯のニュースは序列がないので、トップにですね同じマス目で出てくるので、何が一番重要なのかっていうのは分からない。新聞だと一面にこれが出るから、あこれが今重要なんだなと思うけれども、携帯に序列がないから、誰々の不倫とかはそんなのトップニュースになるわけですよ。だから若い人たちっていうのはですね、やっぱりこういったデジタル社会とか消費社会の中で怒るタイミングって奪われちゃってるんですね。でしかも20日ネズミの実験っていうのがあるんですけれども、ちょっと動くとですね電流流される実験をずっと20日ネズミに加えたところ、20日ネズミはですね動けば痛い思いをするから動かなくなるんです。私たちの社会もきっとそう、いろんな小さな弾圧を受けてきて動かなきゃいいやということで、怒りがない、怒らないんじゃなくて怒りを奪われてきてるんだと思うんです。私が生まれた時89年でバブル崩壊、ソ連崩壊、消費税導入、そしてその総評、ね、解体ということでですね、なだれを打つようにですね不景気と、そして労働組合分裂ということで、労働組合も知らなければ消費税がない世界も知らない、いい時代を知らないから、みんななんで怒ってるのって感じなんだけですよ。私たちがですね連帯しろとか団結しようとか言っても、怖い、連帯って何、団結って何って思われるし、デモでですねなんかオラーみたいな感じでやってると、なんか怒ってる、なんで怒ってるのなんて思われるわけですね。私たちも拳の上げ方を工夫しなきゃいけない、拳の上げ方を工夫する、いろんな拳の上げ方があります。フラワーデモもそうですけれども、ぜひフラワーデモも行っていただきたいなと思います。こういう優しい連帯があるんだ、優しい拳の上げ方があるんだ、今の若い人たちには逆にそっちの方が受け入れられるんですね。皆さんにとっては若い人たちのイメージはまだ尾崎豊かもしれませんけれども、今の若い子たちは盗んだバイクを走らせないし、窓の校舎もありません。本当にいい子で優しい子たちがいっぱいいるんです。人と違うことをしたくない、そういった人たちに立ち上がれとかで言ったら本当に怖がっちゃう。びっくりしたのがですね、教職員組合に入っている子たちが、うちの地元で選挙に行ったことないって言うんです。先生なのに選挙に行ったことないって言うんです。教師なのになんでかと聞いたら、教師は中立じゃなきゃいけないと思ったから選挙に行っちゃいけないんだと思ったんです。選挙に行ったら誰かに投票するじゃないですか、これを中立を逸脱すると思った。呆れちゃいますけれども、でもなるほどと私は思ったわけですね。中立でいろとか散々言われた結果、私たちは考えることを奪われちゃってるんですね。だからまずは共感、あそうか、なんで選挙行けない理由あったのなんて、そこから聞き出す、なかなか話し出せない、もうなんかいろいろ思ってるんですよみんな、けどそれを具現化できなくなってるんですね。自分たちがもやもやとしたものを具現化して言葉に私たち出すじゃないですか。一人ぼっちでいろいろ考えたり、本読んで読んで自分の中で会話したり、今の若い子たちはこの考える時間がないんですよ。すぐ誰かとメールをしたり、すぐツイッターでつながったり、携帯がないとやっていけない、そういう人たちがとか咀嚼しながら、なんでこの社会はとかじゃないわけですね。でさらに自己責任世代ですから、社会が悪いと思わないわけです。生きづらい、社会が悪いじゃなくて、生きづらい、自分が悪い、自分が変わんなきゃ、社会を変えようじゃなくて自分が変わらなければならない。だからあのバブル崩壊の89年を境にですね、新興宗教がバーって出てきたのもそこからなんです。社会を変えよう、熱く連帯しよう、その若者の熱さが自分が変わろう、これを信じたら自分が変わるかもしれない、こういうふうに変わっていったんですね。こういう自分を責める内向きになっている人たちの心を解きほぐすには対話しかないんですね。街中に出てコツコツとびっくりすることもあるでしょうけども、みんなそうなんだってってことをみんなで共有しながら、そうなんだ、大変だねって言って少しでも長く話をして聞き出すことがやっぱり考えるきっかけになるのかなっていうふうに思うので、ぜひですね、選挙といってもですね、保守派の人を取り込むっていうのも確かに大事なんですけれども、でもほとんどが選挙に行ってない人たちなんですね。ほとんどが無関心層なんです。まずはそこを取りに行く方が私は手っ取り早いのかなっていうふうに思うので、まずは無関心な人を取り込むためにも、私たちが寄り添いと共感と
一緒にですね、優しい拳の上げ方でですね、あの皆さんの政治に興味を持ってもらえるような運動をしていきたいなというふうに思います。ゆずさんと今日は優しい言葉で、私たち優しい人になって本当にあの中のことというかね、あのたくさん本気やる気のね、会見勢力に対してどういうふうに立ち向かっていくのかってすごく勉強になりましたね。本当に菊山さんありがとうございました。もう時間に来たのに本当にありがとうございます。これからの人に向かっていきたいと思います。ありがとうございました。それでは続きまして、このスタート集会ですけれど、会の発足の経過報告を荒川浩二さんよりお願いいたします。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました許さない戦争法大森田橋行動事務局長の荒川浩二です。皆さん方のお手元にですね、ペラ1枚で経過報告、それからスタート集会の提案というのがございますので、それをちょっとご覧になっていただきたいと思います。読み上げて提案したいと思います。昨年10月の総選挙で自民、公明、維新と改憲勢力が衆院で3分の2以上の議席を占め、改憲の動きが急ピッチで進んでいます。自民、公明、維新と改憲勢力は参院でも3分の2以上の改憲勢力による議席の確保を目指し、今夏の参院選は厳しさを増しています。加えて2月24日のロシアのウクライナ侵略によるウクライナ危機に乗じて、日本を守るために力が必要といって敵基地攻撃能力の保有、日本も核共有を、救助を捨てろ、防衛費 GNP 比 2% にといった大合唱が起きています。こうした中、許さない戦争を大分橋行動が呼びかけ、改憲反対の幅広い運動を板橋で作るための相談会が3月12日に開催され、その後4回にわたって意見交換を行ってきました。その結果、板橋での許さない戦争法大分橋行動2015年1月、市民と野党の共闘を目指すチェンジ国政板橋の会2016年11月の活動を踏まえ、改憲のための国民投票を見据えて、労働組合や民主団体、さまざまな市民運動や立憲野党、個人を総結集した運動体を作ることが確認されました。以上が経過の報告です。はい、ただいまの経過報告について何か質問とかご意見とかありますでしょうか。用紙皆さんお持ちですよね。いかがでしょうか。この新たな組織名とか運動の目的とか体制とか、ではでは続きまして運動会の目的と名称の提案を中本弁護士、許さない戦争を大分橋行動の谷口中本源太郎さんよりお願いいたします。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました中本です。今荒川さんから提案がありました、経過報告がありました。これからの運動の作り方についてですね、今まで議論してきた内容をご報告したいと思います。まずですね、目的と名称のうち名称から先にご説明したいと思います。名称はここ書いてありますように、戦争反対憲法改悪許さない大分橋と、こういうふうになっています。で、今まで実は許さない戦争大分橋行動というのがありました。荒川さんが事務局長でやってもらいましたけれども、これをですねもう一歩さらに前へ進めるという必要が今の情勢にあるのではないかと。それはなぜかというと、戦争反対というのを今ですね叫ばなければならないような大変な状態になってきていると思われるからなんですね。だから安保法制、戦争法を廃止しようというところではなくてですね、
憲法が改悪されて本当に戦争に向かいつつあると、こういう状況なので、やっぱりそのことがはっきり分かるような名称にしようということで、冒頭に戦争を反対とビックリマークというふうに歌ってですね、合わせて憲法改悪を許さない、そしてこういう運動をですね、改めてここで作ってですね、スタートしなきゃいけないんじゃないかということが、この名称の中に込められております。でそれではじゃあ運動の目的は結局そのことになるんですけれども、ややあの時間熱そしてですね話になりそうですけれども、まずですね、この目的としてはここに書いて、先ほど田中さんが読み上げていただいたように、日本語憲法を守り抜こうと、戦争の国づく戦争を生きる国づくりに許さない、救助会見、緊急事態条項の創設、これを断固として反対するんだ、このことを目的に運動を展開しましょう、こういうふうに提案してあります。なぜかと言いますとですね、もう皆さん毎日のように新聞テレビですね、最近の状況については本当にあの危機感を、ね、感じておられるような報道が相次いでいると思います。まあ、いくつか整理してみますとですね、例えばあの、先ほどあの石山さんも報告されましたように、国会の憲法審査会の時は非常に異常な状態ですね。今までは、まあ、毎週開催じゃなかった、で時折思い出したようにやった、しかし我々の反対運動もあって憲法審査会をどんどん進めるということは食い止めてきてるんですよね。しかし昨年の選挙の結果を踏まえて、今の憲法審査会の動きはこれまでと全然違うと、こういうふうに言われています。毎週開催する、でどんどんまとめていこうと、発議に向けて、まとめ上げていこうと、こういう動きがですね非常に見えているというふうに伝わっています。その中で特にですね、維新の役割、これ非常に問題だと思いますね。維新は自民党の別動隊として率先して急先鋒としてですね、会見をどんどん推し進めようというので、今そのことに、まあ、生きがいといいますかね、そのことに狙いを定めて国会の中で活動しているように思われます。そして、まあ、国会の中の議席ですね、3分の遥かに超える議席を改憲勢力で占めている、もう言うまでもありません。そして、さらにですね、この維新だけじゃなくて国民民主もこれに一緒にするよって言って、自公、維新、国民とこういうのがですね、もう大合唱ですね、会見向けて大合唱しているということで、この今度の会期末までの間に一定の方向をまとめていこうという動きが伝わっております。一つはあの、まあ、緊急事態条項ですね。緊急事態に国会の議員の衆議院議員の会期を延長するとかですね、あるいはさらに進んで本当に恐ろしい緊急事態条項ができるかどうか分かりませんけども、そういう方向で一つまとめようじゃないかというふうな動きが出ていますし、とか救助についてもですね、これまであの平和の党を標榜していた公明党がですね、こういう発言を北川さんという人がこう言ってますね。今まであの救助関係非常に腰が引けていた、まあ、平和の党です。ところがこういうことを言ったようです。自衛隊兵器のみが理由ではなく、自衛隊への民主的統制を明記するのが妥当だと。民主的統制のために自衛隊のことを触れようじゃないか、こういうことを初めて言ったということが伝えております。それから維新はですね、救助会見については自民党と全く同じことを言っている。それからさらにその専守防衛の必要最小限というのも見直しましょう。それから自衛隊任務のネガティブリスとか、やっちゃいけないことだけ書いておいて、あとは何でもできますよというふうにしましょうじゃないかとかですね、それから中距離ミサイル防をもっと装備を拡充しましょうというようなことも言っている。それから防衛費の GNP 比 2%、 これも自民党の提言と同じようなことを言っているということで、全く自民党と歩調を一つにしてですね、会見へ会見へと前へ進めようと、こういう役割を果たしていて、憲法審査会は非常に深刻な状態ではないかなというふうに思われますので、この審査会の動きに対して我々が行動を起こさなきゃいけない、そういう情勢ではないかというふうに思います。それからもう一つはですね、戦争準備が進んでいる、まあ、皆さんもひしひしと感じ取られると思うんですけど、例えば自民党は4月27日に
提言を出しました。で敵基地攻撃論についても指揮命令中枢政権中枢を狙うのもですねよろしいじゃないですか。そうしなきゃいけないんだ。つまりミサイル発射基地だけ潰すんじゃダメなんで指揮統制機能を持っている政権中枢これにも攻撃をできる。これが敵基地攻撃でなければいけないとこういう議論を始めて、それからやっぱり大軍拡ですね。これが本当にやられそうな場合になっています、まあ、GDP2% 11兆円を超えますね。これは大変な予算です。それでなくても日本は1000兆円を超える赤字になっていますよね。どこからその金を出すのかというふうに思いますけれども、それを本気で5年かけてやろうということが声高に言われているわけですよね。しかもこれを受け止める国民の方も国防に頼るやっぱり軍備増強必要じゃないですかねみたいなね、そういう世論がずっとあるんですよね。だそこへ持って一気にこのそういう方向へ持っていこうという動きも伝わっています。それから台湾有事、あるウクライナじゃないですけど今度は台湾、日本にとってはですね密接に関係があるんです。台湾有事の時にどうするかということに備えなければいけないというような議論がですね今本格的に議論されていて、八重山諸島とか沖縄諸島ですね、石垣島とかああいう南西諸島どんどんミサイル基地化していく、アメリカと一緒になって中国を包囲する、こういう動きがね言われておって、ひとたびミサイルが発射されるともう南西諸島が戦場になると言われてますし、東京だって反対ではないと思われてね、そういうことが着々と進んでいる。で最近の新聞のニュースでアメリカが攻撃された時、存立危機事態の場合安保法制で集団的自衛権発動できますね。だからアメリカが攻撃されて存立危機事態の時には敵基地攻撃できますよということを政府が内閣で答弁、こういう議論も出てきている。そういう意味では非常に大変な事態が進行しているなというふうに思います。それからもう一つ一番私が最近気になっているのはウクライナ危機ですね。ロシアの侵攻と今戦争が続いてます。このことをめぐって日本が攻められたらどうするという盛んに言われる。このことに私たちはきちんと答えていかないとほしいなという、そういう情勢になってますね。要するに日本も相当の軍事大国なんですよ。世界9位ですか今。ってことを GDP2% になると世界第3位になる。アメリカ中国について3位になる。こういう軍事大国なんですけれども、それでも何か攻められるんじゃないか、攻められたら日本大丈夫なのか、9条で守れるんですかみたいなね、こういう議論がずっとこう浸透されていて、国民をその方向に誘導される恐れがあるような気がします。でしかしですね、このウクライナの問題について言えば、ソ連はなぜ侵攻したのかということをやっぱり考えなきゃいけないと思います。なぜ攻められるのかということですね。これやはりね、脅威を与える側は攻められる可能性がある。脅威を与えない、信頼を与えているところは攻められないであろうと。私たちはそのように思っています。憲法9条はその精神にのっとって、作られているんですよね。他国に脅威を与えない。このことが日本の国民の暮らしや国土、命、これを守る現実的で正しい方向なんだと。こう言ってるんですけども、これはそうじゃないんじゃないかという議論がこの頃出てきそうなので、それとの本当にこれからですね、きちんとした論戦、いかに私たちがこの憲法9条によって守られてきたのか、これからもその方が現実的で守られるんだよということを一般の国民に どのようにですね、働きかけていくのか、そういうことが求められていると思います。それからもう一点、その国会議論になっている中で、さっきちょっと触れましたけど、緊急事態条項でね、これがもしできた場合どうなるのかと。私たちはコロナで緊急事態という言葉に鳴らされすぎていると思います。まあ、緊急事態で飲食店が8時まで営業自粛ですねとか、そういうレベルとは違うということを知らせないとね、まあ、緊急事態何回か経験したよねと、ああいうことなのかしらと勘違いされては困る。やっぱりもし緊急事態条項ができると、憲法が停止されて、私たちの人権が全くなくなると、ここでこういう集会はすぐ解散とやられちゃいます。で、幹部は逮捕されます。令状なくやられる可能性もあります。
そういう世界なんだと。それが緊急事態条項が憲法に作られたらそういう事態なんだということを本当に訴えていかないといけないなというふうに思います。そういう意味でその今のこの9条改憲、緊急事態条項の創設、これを狙ったこの野党ですね、いや与党ですね、与党の動きは本当に私たちが今までの運動以上に本当に頑張らないといけないと。先ほど岸山さんのように30代の若い人は非常に元気です。私たちはそろそろリタイアしなきゃいけない、そういう世代かもしれないんですけども、この憲法9条のおかげでずっと戦争に巻き込まれずにこの人生を送ってこれた、このことについて私たちが今ですね、次の世代に恩返しをしなきゃいけない、そういうふうに感じているところです。まあ、皆さんも一緒じゃないかと思うんですよね。ですからそのためにもこの今まで以上の救助を守る、戦争に反対する、その運動を強めていく。そしてその戦争反対というのはね、保守も革新もないです。だから保守の中にも戦争反対でいっぱいいると思います。だからその人たちに声をかけてですね、そして運動を強めていかないといけないなというふうに考えているところであります。というわけでまあ、このような運動の目的に向けて、今日お集まりの皆さんが3倍、5倍、10倍と人を広げていけるように、まあ、一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。敗戦について、この荒田さんの紹介されたレジュメの3番の改正というところがありますけど、これは代表あるいは事務局体制、事務局等の体制については、これで4回相談会やりましたけど決めることができませんでした。ですからこれからさらにその合理化は主催に相談会なんかに持って、そこで決めていきたい方向ですね、というふうに思います。それからこの連絡もですね、これがやっぱりメールとか郵便とかいろんな名簿だとか、そういうのをですね整えたり、広報活動についてもいろいろ工夫しなきゃいけないというふうに思います。そういう意味で参加者とか団体拡大については、新宿国際場所からこの中にかなり蓄積がありますのでね、そういうのを使わせていただきたいなというふうに思っております。でそれもまあ今後の体制を相談会でまた見ていきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。では今までの経過報告、会の発足までの経過報告がありまして、運動体の目的と名称、そして改正のことについても提案がありましたけれども、いろいろまだ決めきれてない、皆さんと一緒に決めていくという段階ですけれども、はい、ご意見を組織名からでも、もっと違う名前がいいんじゃないかとかも何でも結構です。今日初めて聞く方もいらっしゃるかと思うんですが、いかがでしょうか。はい、どうぞ。質問です。3の体制についての中で、大食い高しという言葉が2つほど出てくるんですけども、この新しい組織については略称大食い高しということでよろしいんでしょうか、ということです。略称大食い高しでお願いしたいと思います。はい、名前ですね。はい、どうぞお願いします。上板球場の会の武田です。今日はこの会でぜひ話したいことがありましたので参加しました。本当にこの新しく立ち上げる会が今の状況に合わせて戦争反対でいろいろ提案された憲法10条の問題が柱になる、それは当然かなと思います。でも本当にね、この合理正しいにしていくのであれば、私はもうちょっとこれからの検討の中にぜひ
手配してほしい、もっと考慮してほしいということがあるんです。もちろん戦争反対、あのテレビで見る、私も教師やってましたから、子供の泣き顔が本当に頭から離れません。早く平和をと思います。でも本当に大分正しいしていくためには、現憲法を本当にこの日本に暮らしに生かすということをやっぱり大胆に入れていかなければ、大分正しいにはならないのではないかと思います。私この10日ほどの間に3名の方の深刻な相談を受けました。一人は本当に還暦を迎えた若しの男性で、怪我をして首の重い怪我で仕事がなくなって、養母とも別れ、子供とも別れ、一人暮らしをしていくいる中で、遠いところにいる母親を亡くし、息子も用意できずにふるさとに帰り、そして兄弟から兄貴は何でも息子もまだ持てないような生活に落ちぶれたんだって怒鳴られ、大喧嘩をして帰ってきて、でアパートの更新料をようやく口からもらったけれども、それを落としてしまって、もう高田さんにはもう頼れないっていうんで、死を覚悟して池袋周辺を3日ほど歩きます。でも死ねなかったですと言って帰ってきました。なんて一生懸命ね働いた人が女の子をしてくれないのか、生活保護を受けてても万が一のね、そういうふうな不幸が起こった時には本当に危険なりの対応も取れない。もう一人の方は58になるとおっしゃって障害を持っている方でした。6月末で本屋さんから出てけって言われてる。でも本人は対人恐怖症で親さんと真っ当な話ができない。福祉事務所に相談してもそんな人ではないから親さんとうまく話をしてくれって、それ以上話が進まなかった。本当に憲法がこの現実の世界にもっともっと生かされるようにしなきゃならないと、この10日ほど私はいろいろ思い知らされました。いろいろね、工夫されて苦労されて今日のこの会が持てたと思いますけれども、本当に良いことを生かしていくためのこれからの愛をお願いしたいなと思います。以上です。その他いかがでしょうか。はい、後ろのと前から上がりました。じゃあ後ろから行きますかね。先に上がったのでお願いします。あ、東新町から来ました。普段石山真子さんと総合委員会、青年プロジェクトチームやってまして、やっぱり私も板橋住んでる中で、この間のウクライナ侵攻をきっかけにすごくこうやっぱり憲法改正しようっていうことであったりとか、軍事力を強めなきゃいけない、核共有するとか、そういう話出てて、すごく私も期間を持って今日参加させていただきました。で本当に、先ほどの方の話は本当にすごく重要だなと思っていて、でこれは岸山さんの先ほどの話、悲壮感とかその積極臭くないっていう話し方っていうところにもつながってくると思うんですけど、結局自民党とか今の憲法が古臭くて新しくしなきゃいけないっていう、そういう確かこのポジティブな雰囲気で、会議やろうとしてると思うんですけど、いやむしろその今の憲法っていうのがしっかりと現実の社会の中で生かされてないんじゃないか、こういう、自由な憲法をすごく私は九条をはじめとしてすごくいい憲法だと思うんですけど、それがしっかりと社会の中で生かされてないっていうところを、でそれを実現していこうっていうことが本当のその憲法改悪反対なんだ、戦争反対なんだっていうことだと私は思うんですね。で、なのでこれ名称に入れてほしいってことではない、そこまでいろんな議論があったと思うんです
で、そこまでやってほしいというふうに私は言わないんですが、まあ、いろいろ行動を重ねている中で一つの大きな柱に私はちょっとして、いったらいいんじゃないかなと素朴に、まあ、思いました。まあ、それから、私もいろいろ積極的にその地域の中でこういったことを話してアピールしていきたいので、まあ、ぜひ皆さんと一緒に、いろいろ取り組めたらなというふうに思います。またこうメーリングリストとかでいろいろ行動の日程とか回ってくるんですね。まあ、それにちょっといろいろ参加しながら、私職場は北区なんですけども、まあ、板橋周辺にも住んでる仲間、若い仲間がいるので、ちょっとそういう、仲間にも声をかけて、ちょっと参加しようと思います。質問でしたけど、ありがとうございます。力強いですね。本当時間を持つこととね、社会の中でも本当弱者の視点からもね、いきたいです。あ、前の方、先にお手上がった方からこちらが先でした。五十嵐さんの方が2番目だったので、こちらから見てたらごめんなさいね。はい、じゃあちょっとお先に、ですね、私今日実は生活保護の同行してきたんですね。で、やっぱり女性の方なんです。75になっても働かないと生きていけないこの社会っておかしいじゃないですか。で、75になるけど仕事がない、だからもう本当に年金もないし、そういう社会なんですよね。だけど自己責任本当におかしいと思います。さっきもね、憲法25条って言ってましたけれども、まさに本当にその通りだと思います。だから戦争も本当にここはもうね、譲れないところなんですけれども、私たちのこの戦争始まる前の日々の世界、社会がその中で憲法が生かされない限りは、この日毎日のね、生活変わっていかないと思うし、今大丈夫でも私たちは生きている限りはその日何があるか分かんないので、本当にそこで憲法をしっかりと生かしていくということが大事だなと思いながら今日お話を伺いました。それでジェンダー平等についてもね、本当におっしゃる通りで、板橋区議会の中でも実はついこの間の企画総務委員会の中で、今年はパートナーシップ制度の導入に向けてのアンケート調査をしました、いうことを今板橋区は頑張ってるんですね。そしたらそれに対して自民党の方が、行政需要があるのかって言ったんですよ。でもね、人権ですよね。一人でも人権否定されてる人がいたら、その人権をちゃんと守るのが憲法に規定されていることだから、こういうところでもちゃんと憲法を守らないといけないんですよ。だから何て言うんでしょう、一つ一つが今何にもない時は憲法は光らないけど、今憲法が光り出したっていうことは、私たちの生活がそれほど脅かされているってことなんです。だから憲法についてしっかりとやっていくっていうことは本当に大事なことだっていうふうに思っています。それでその中でこの憲法改悪を許さない、オール板橋っていうふうにねやってくださって、私はまあそれはありがたと思ったんだけれどもすいません、一つ前にもそのオール板橋行動ってあったじゃないですか。で、今度またオール板橋ってすると、前の時と今の時分かんない人も出てくると思いますし、あとはその前の時に登録したからとかね、今まただけど新たに今日登録のあれもありましたし、そのあたりがなんか同じオール板橋ってするとなんかこうごっちゃになりそうな、それであとその時に登録したものって個人情報なので、そのまま新しいその同じ名前だとしても、同じ名前というかその短くした時も同じ名前だとしても、このオール板橋の方には使えないと思うんですけれども、なんかこの辺がちょっと私はなんかごっちゃになりそうでっていうか、グレーというか、それでなんかとってもどうなのかなって、ちょっとそこが心配だなっていうふうに思いました。ですのでちょっとまあ今日のいろんな感想とともに、そこの部分のちょっと懸念ということで、今提示をさせていただきました。須田さん、先に
大森高橋の名称を県なんですけれども、あの今まであった許さない戦争法大森高橋行動というのはスタートが戦争法反対の運動なんですよね。それで確か9月19日に戦争法が強行採決されたんですが、その前に確か9月6日だったと思いますが、板橋の平和公園で大集会を開きました。板橋区内かな。それも大集会に向けた、まあ、実行委員会だ、許さない戦争法大分橋行動実行委員会として発足して、そして戦争法は通ったんだけれども、戦争法を今度廃止させる署名運動とかいろいろできてですね、それを引き継いで、そしてその後にですね、まあ、いわゆる市民連合ですねができて、市民と野党の共闘という時に大分橋行動が呼びかけてチェンジ国政板橋の会ができたんですね。ですから大分橋行動の時の何ですか、その名簿というのは団体名が団体さんが入った実行委員会ですので、大分橋行動としての、メーリングリストとかそれはなかったんです。はい。ですから それが、まあ、混同されて使われるということはないと思います。で今回この新しい大分橋、これが発足すればですね、まあ、今日確認されて発足しますけれども、そこで改めてチェンジのようないろいろな経験を積んでますのでね、そこで、新しい連絡網を作っていきたいというふうに考えております。じゃあ新しい連絡網ということでよろしいでしょうか。はい、確認されました。はい、前に手を挙げてらっしゃったと言いましたので、ごめんなさい、花野さん後でお願いします。私は板橋労働組合連合会と略して板橋協連という、まあ、労働組合の連合組織の議長だと思います。村木君です。まあ、労働組合の立場でちょっと、発言したいんですけども、まず今回の、この大分橋行動への、副代表のね、参加ということで、協連としては、おとといの常任幹事会という、いわゆる年金会で、代表を、ね、まあ、出すということにしました。決めました。で、その時は私が議長というか、私が言うんですけどね。で、部族系ですからね、基本的には賃金の引き上げの問題とか、職場環境改善とか、まあ、働きやすい職場作りということが基本的な運動の目的ですが、ただ、やはりその、基本的にはその、労働組合の運動というのは、まあ、平和であるということが全体に、あるべきなので、いくら賃金引き上げを抜くとしても、戦争になってしまったり、まあ、もしミサイルが飛んでくれば、まあ、そんなこともね、そんなことも言ってる場合じゃなくなっちゃうんで、でまあ、そういったことも含めて平和の問題というのはね、大変重要な問題というのを理解しています。ちょっと私の最近のメディアの、ね、経過の問題とかも含めたと、大分橋行動がね、今後どういうふうにやっていくのかという問題について、まあ、若干質問的な内容になるかもしれませんが、発言しました。で最近そのウクライナの侵攻、ロシアの問題で、いろんなこう、報道番組とかね、いろんな番組がその、この問題を伝えてますよね。で、大体この、ウクライナ問題を、まあ、報道するときに、まあ、いろんなこう、専門家と言われるような人が出てくるんですけども、まあ、大体最近出てくるのは、防衛省防衛研究所なんていう組織。あと元自衛隊の閣僚であったりとか、まあ、軍事、専門家、自衛評論家というんですかね、あと大学の、ね、ロシアの専門家とかに出てきますね。で私も有名な報道番組とかって、ね、見るようにしていて、私も夜は出かけることが多いのでビデオなんかでよく見てるんですけど、よく見てるのが BSTBS の放送局さんがあるという松村浩司っていう、ね、人が司会やってる、まあ比較的まともな人が、まあ、まともな人が出てくる番組で非常にいいようにしてるんですけども、さっき言ったそれといろんな評論家とか、まあ、どちらか自衛隊の関係者とかね、出てきていろんな議論をしてるんですけども、で大体そのウクライナ情勢とか、まあ、プーチンが何考えてるかみたいなね、そんなの議論してもしょうがないのも散々、まあ、やり取りした後に、まあ、大体その時日本はどうするのかって話になるんですよ。そうすると、そういった議論っていうのは、まあ、本来は日本が平和で
そういう平和であるためにどうしたらいいか、要するに世界が平和で、みんなが平和に暮らしていくためにどうしたらいいかっていう議論をすべきところなのに、大体議論っていうのは戦争になったら日本はどうするのか、日本はどうやって相手に勝つのかっていう、こういう議論になってしまう。当然そうなると、軍事力を強化しなきゃいけないっていう、こんな話になるわけですね。で、大体もうそういう流れで、メディアっていうのはもう来てますから、皆さんそういう、若い人は手に入れないかもしれないけど、中高年の人って大体こう、中高年っていうか、私たちも大体、昼からそういう報道番組とか見てる人も多いのかもしれませんけども、そういった中で、当然影響を受ける人もね、たくさんいると思うんですよね。で、昨日だったら、羽鳥慎一モーニングショーっていう番組のやつがあって、その羽鳥慎一が、これ、基本的にその取り上げた内容っていうのは、GDP の 2% まで貿易費を引き上げるっていうときに、2% にするってことは、5兆円増やすってことですよね。で、5兆円増やすと、その5兆円もし別なことに使って、どういうふうに使えるのかっていう発言、そういう内容のものを報道してたんですけどね、5兆円であれば、医療費もまとめて負担全部、実は負担できるなんて話でもあったりして、そしたら最後のときは、ハテナ慎一司会者が、いや、貿易費は増やした方がいいですよねとかって、そんなこと本当に言うやつじゃないと思ってたんですけど、それぐらいその、ウクライナ問題が起きてたら防衛費を増やした方がいいとか、その憲法の問題もそうですけど、そういうふうにこうメディアがこうすごい受け入れしてるんですよ。で、それに対抗してどうしたらいいのかということですが、SNS を活用するということも一つの方法だと思うんですけど、SNS って大体保守系の内容の報道の投稿の方が圧倒的に多いんですけども、そうした中で、じゃあ私たちはどうするのか。板橋区は液党選定などね、憲法反対の取り組みなどになっています。こういったアナログなやり方ですが、私たちがその世論にどう訴えていくかという内容について、結局やること、何ができるかというと、液党選定とか、あるいは街頭選定みたいなね、そういったことが何なのかなと思うんですけども、こういった中で、じゃあ、この大分橋行動の今後の、運動というか、どういうことでその世論を、ね、こう変えていくのか、変えていくというか、憲法反対の方に持っていくのかというところで、さっき言って、もう参議院選挙がね、近いですけど、参議院選挙でその関係派が増えてしまえば、これはもう大変な事態になるんですが、そういう意味ではあまり時間がない中で、大分橋行動として、何かそのこういった運動を取り組んでいきたいという思いがもしあれば、教えていきたいと思います。そうです。ありがとうございます。もうちょっと、どうでしょうかね。あと2人。赤塚成増9条の会の工藤と言います。今日お話を伺ってた憲法を生活に生かすっていうことの大切さをとても皆さんが考えてらっしゃるということをすごく嬉しく思いました。それで一つちょっと今日の、先ほどのこの提案のプリントの中でちょっと一番最後のところ体制についてっていうところでちょっと思ったことなんですけれども、ここに代表、事務局役員体制について4回の相談会が決定できなかったためとってもこうネガティブな感じが出てしまうんですけれども、これについてちょっと僕の感じたことなんですけど、実は僕もこの相談会の時に参加していて、確かにそういうなかなか決められないなっていう部分もあったのも一面ではあったと思います。でもそれと同時にすごくその時に出てきたことの中で大切だなと思ったのは、相談会といってもせいぜい20人ぐらいが会議室で集まって話している。じゃあそこでもってこの役員決めました、じゃあそれでもっていきましょうっていう、そういうふうなことでいいのかなっていうのをちょっとその時思ったことなんです。それよりもやっぱりこうやって今日集まってみて、やっぱり大勢の方がここに集まっていらっしゃる、でそういうみんな集まった人たちでみんなでもって新しい体制作っていこうよっていう、そのことが大事なんじゃないのかなって僕その時に思ってたんです。で今日もう今日例えばですけれども、ひな壇にこれで行きますのでスタートしますのでよろしくって言われるのと、そうじゃなくてやっぱり今日は始まった、じゃあ始まったみんなでもって、じゃあ新しくその
体制作っていこうよ、どんなふうにやっていくかみんなで考えていこうよっていう、そういう新しい組織が今日できるっていうことの一番大切な意味じゃないのかなっていうふうなことをちょっと思ってますっていうか、今日改めてこうやって大勢の方がいらっしゃったのを見て思いました。で、確かにこう選挙が間近に迫ってるっていう部分はあると思う、急がなきゃいけないと思う部分もある。でもそれに負けずにやっぱりみんなで作っていくことを大事にしたいなっていう、その思いを今日のスタート集会でしたいなと思いました。どうもありがとうございます。とても大事な意見ですね。はい、あともう一方。板橋区の端っこの西山から来た花村で、第6ブロック、全治国政連、第6ブロックで活動しています。例えば、茨城さんの方から、大分橋から許さない戦争法、大分橋行動と、これから新たに今日スタート集会として、戦争反対、憲法改悪を許さない大分橋行動、その辺のオーバーラップの関係してるんではないか、そういう指摘があったんですけど、ちょっと歴史を引き戻とかせていただきますと、2015年憲法違反の集団的自衛権を導入する、いわゆる戦争法ですね。それに対して我々は危機感を覚えて、許さない戦争法、大分橋行動というのを結成したわけです。これ自身においてはですね、特にメーリングリストとかそういう、直接のコミュニケーション体制を取ってないで、実行委員会として団体として手を挙げているとか、個人として手を挙げているという形では存在はしてたんですけど、このような形であれ、組織的な連絡体制というのは設けていませんでした。それで次に、2017年、この時は、天智国政板橋の会を結成して、このスローガンというのは、市民と野党の統一候補を擁立して総選挙に勝利する。これが我々の目標であったわけですけど、これで、この運動の中で総選挙ということもあるんで、きめ細かな地域ごとの運動が必要であるということで、地域を6ブロックに分けて、それぞれ活動を展開していく。それでそのためには一応、緻密な連絡も必要であるということで、メーリングリストも作って、私は管理人の一人をやっています。それでこれから許さない戦争法、折り返し行動は終末的自衛権の行使を、憲法違反の戦争法は絶対許さないんだというか、でシングルイッシューというわけではないんですけど、この後、辺野古基地建設反対とか、強豪罪廃止とか、その辺も戦いを担ってきています。で、今回の戦争法、戦争反対、憲法改悪を許さない折り返しというのは、今、まさに、非常に危機的な状況にあるという、日本の国の在り方をコロッと変えるような、そういう形があるんで、これについては一応我々の総力を結集して、憲法改悪を許さないんだということで、これから新たにみんなの決意を含めて、運動を強力に展開していきたい。そのためにはですね、チェンジ国政板橋の会で培った、組織力とまでは言えないんですけど、連絡体制も含めてなお一層強化して、新たな連絡も必要ではないか。ただし、その点は、陳治国政の資産というのがあるんですけど、これを引き継いで、それを大幅に広げていく、そういう形での、運動体を作っていくべきではないかと、私は思っています。はい、ありがとうございます。出ました。じゃあお聞きしてからご意見をお聞きしてから。幸い町の菊池といいます。今報告がありましたけれども、スタート集会ということで、前のオール板橋行動とどう違うのかという話がありましたけども、私は目的は一緒だと思うんですよね。で、何が違うかって言えば、どうするかが違うということだと思うんですけど、これはどうするか。で、今まで荒川さんからの経過、報告がありましたけれども、やっぱり反省がないと、これからがない。何がダメで、これからどうするのか。
その辺ではこれ今までとこれからとどこが違ってやり方がどう違うのかということだと思うんですけども、それで私は一つ思うのは、やっぱり昨日国会前集会に杉並区長選の予定候補者の女性が挨拶されてましたけども、元気なんですよね。立って勢いをつけていこうっていう挨拶をするわけです。やっぱりあそこは8区で石原伸晃に勝ったという自民と野党で勝った勝ち癖がついているわけですね。でそこがやっぱり我々との違いなんじゃないかなというふうに思うんです。だからそれでもう一つは、前回の会議で立教大学の和田さんが予言の自己実現という話がしたんですね。で我々はこうなっちゃうんじゃないかなというふうに考えていると、そうなっちゃうということなんですよね。要はここにいる私も含めてが負けちゃうんじゃないかなというふうに考えていると、いつの間にか負けちゃう。要はこうやって勝っていこうというふうに考えれば、そういう道ができる。だから、中本先生のこれからの提案でも、スタート集会ですから、何がスタートするのかって言えば、こうやって勝っていこうという組織づくりだと思うんですよね。で、今日の集会は、その勝つために、こうやったら勝つんだね、こうやって勝っていこうね、というイメージが、我々のね、気持ちの中に湧くか湧かないか、で、これから違ってくると思うんです。私は、板橋の、さっき財産っていうことがありましたけども、今までの市民運動の財産で言えば、絶対立てると思うんですよね。ただ、それを まとめきれていない。今まで本当に狭い運動だった。で、この狭かった運動を広げて、先ほど若い人が発言されてましたけども、ああいう若い人も含めてね、幅広い運動を進めて、こうやって勝っていこうよと。板橋じゃ勝てんだよと。っていうメッセージをね、出す。で、そうやって、目的は一緒だけども、やり方が違うんだ。今と違うんだっていうことは明確にするようなスタート集会になればいいと思うんですよね。だから本当にこうやったら負けちゃう、本当に厳しい厳しいっていうのはそれは事実です。もう戦争のある憲法改悪の厳しさなんか誰も分かってるんですけども、今までのままだと板橋だと負けちゃうんじゃないかなっていう、もやもやの中でやってたらいつまでたっても変わらない。その辺で後から行動提起も方針の提起もあるんだろうと思いますけども、今までどこが問題でこれからどこが違うんだということを明確にね出していただきたいなというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございます。はい、ですお願いします。立憲民主党板橋の阿久津幸彦でございます。戦争反対、憲法改悪を許さない大板橋に大きな期待を寄せております。今後の運動展開 の時間軸のお話をちょっとしたいと思うんですけれども、もちろん、身近で一番大事なのは今年の夏の参議院議員選挙になると思います。その後はですね、さらにその3年後の参議院議員選挙、これはもしかするとですね、衆議院選挙、次の衆議院選挙とのダブル選挙になる可能性があります。2025年から、だと思うんですけども、そこに向かってですね、やっていくには、自民党はですね、例えば4つの憲法改正改悪のですね、説明などもですね、漫画を使って、ネット上で、すごく分かりやすく展開しております。私たちもですね、ぜひ勉強会というかですね、その例えばその4つ の自民党改悪法案だけについてでもですね、まず論破できるような、勉強会も、ぜひやっていただきたいと思いますし、それは決して難しいことではないと思います。私たち一人一人がですね、それぞれの役割分担の中でですね、
裾野を大きく広げていって、くださるようにですね、期待申し上げまして、感謝の言葉に返させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうあまり時間がないんでね、申し訳ないんですけれども、今日スタート集会ということで、これで目的とか名称が決まればですね、スタートしていきます。それで具体的にどういうふうな運動を作っていくのか、どういうことをやるのかということはですね、引き続きどういう名称になるか分かりませんけれども、できるだけ大勢の人に呼びかけて、その中で体制も含めてね、決めていきたいと思ってます。で、今まで4回議論したんですけども、それでも十分こう議論が、ね、尽くされたっていう感じではないですよね。で、どういうことをやれば今までと違ったことができるのかということも含めてね、皆さん方と率直に意見を交わしながら、進めていきたいと思ってます。本当にこういうことをやればこうなんだということを今の段階で言えないのは大変申し訳ないんですけれども、これからまた皆さん方に呼びかけまして、こういう会をですね持って進めていきたいと思っています。で、具体的なのは行動提起の中で申し上げたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ時間の8時半に予定の時間がなりましたけれども、じゃあ今のところ、市民の方から貴重なご意見いただきましたので、これからも皆さんのご意見を伺いながらスタートしていきたいということで、今日の質疑応答のところはこれで締めさせていただいてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。これからたくさんの皆さんの積極的な意見で素敵な大分高市の行動になるようにしていきたいと思います。では第2プログラムの行動提起をお願いします。有永美和子さんです。お願いします。皆さん長い時間お疲れ様でした。今日はご参加いただきまして本当にありがとうございます。私も今まで出会ったことのない、初めてお目にかかる方が何人もいらっしゃって、本当に今嬉しい思いでいっぱいです。で、これから皆さんと一緒に、板橋を憲法に生かせるような、そういう空気感を作っていけたらなというふうに思っています。今乾杯袋を回させていただいております。本日のこの会場費や資料の印刷代などは皆様の乾杯が頼りですので、ぜひどうぞご協力をよろしくお願いいたします。私も5月3日の憲法集会に参加してきました。そこでもう皆さん本当にいいお話をされてすごく勉強になったんですけれども、中でも今会場の皆さんからお話があったその憲法を生かすというところに関してつながってくると思うんですけれども、ジャーナリストの竹野文恵子さんのお話がありました。和光大学の名誉教授もされている方で、労働関係のことも取り組まれているジャーナリストの方のお話で、やはり憲法9条が戦争を阻止しただけでなく、阻止してきただけではなく、私たちの税金が際限なく防衛費につぎ込まれることを憲法9条が阻止してきた側面もあるというお話ですね。で、これもし本当に9条改憲、自衛隊免疫が許されてしまうことになると、私たちの税金が社会保障には使われず、そこはどんどんカットされていって、で、アメリカの軍需企業が儲かるようなですね、今でもオスプレイとか買わされてますけれども、そういう軍事費、防衛費、辺野古の新基地建設25兆円、そういうことに対してどん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 私たちの払った税金がもう、っていうんでしょうね、ジャブジャブと、竹野子さんは放送息子のようにという表現をされていましたけれども、際限なくそっちにつぎ込まれていく。今ウクライナ戦争でなんかちょっと不安な気持ちになっている人たちにつけ込んで、で、維新や自民党の人たち、元安倍、首相の安倍晋三さんも含めて、
なんかその不安を煽るかのように自衛を高めなきゃいけないみたいなことをおっしゃってますけれども、だからといってやっぱり防衛費を際限なくつぎ込んでいくと、私たちの先ほどもいろいろ生活に困られている方の話もありましたけれども、さらにさらにそういうところに振り分けられなくなっていくっていうことを本当に私たちリアルに感じて、このことを困っている人も含め板橋の人たちにもどんどん発信して分かっていただく、伝えていただくことが私たちも必要なんじゃないかなっていうふうに思っています。今日はさまざまな方からそのような憲法を生かす生活暮らし、そういうことも含めたお話を聞かせていただいて、本当に私もこの戦争反対9条の問題と憲法暮らしの問題がつながっていったなっていう素晴らしい時間を過ごさせていただいて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ここで今後のこのオール板橋の取り組みについてご提案させていただきたいと思います。まずは今行われておりますけれども、憲法改悪反対のやっぱり署名に取り組んでいくこと、これが一つ大事な行動になるんじゃないかなと思います。岸山さんのお話にもありましたけれども、対話をしていく、選挙にも行ったことない、憲法の毛の字もわからないような人たち、そういう人たちと街中で出会い、あるいは個別訪問も含め、職場でもできたら、ご近所などでもどんどん署名を使って対話をして、で共に共感を得て考えていくような、そういう活動が求められているんじゃないかなと。対話のきっかけとして、そのツールとしてこの憲法改悪反対の署名を使っていく、こういうことが私たちの今後の活動に必要なことになってくるんじゃないかなというふうに思っています。でその他他にもやれることはきっとたくさんあるでしょうし、やっていかなくちゃいけないっていうふうに思いますけれども、ここで相談会に出てた一部の人間がじゃあこれやりましょうということではなく、ぜひ本日参加された方、初めていらしたような方々に積極的にアイデアご提案いただきたいと思います。そこでみんなで話し合って決めていきたい、そんなふうに思っています。さまざまなアイデアを後日相談会の場で持ち寄ってみんなで議論して進めていけたらいいなと思っています。ぜひそういう相談会会議の場に今日だけじゃなくて引き続き多くの方にご参加いただければなと思います。次の世代に平和な社会を手渡していく大切な大切な活動だと思います。共に力を合わせて改憲阻止の運動を作っていきましょう。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。以上、これで本日は応募していただきいただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。今後につなげて改憲反対の署名対話、そしてこれからの皆さんの提案で行動を決めていくということです。先ほど中本さんからも運動の目的と名称の提案というのがあったんですけど、この受付に用紙が置いてありますので、かなりの枚数ありますので、必要な方はどうぞお受けください。そして最後にアンケートがあるんですけれども、アンケートの一番下のところに大分橋のこの運動に賛同していただける方はここにご記入ください。そしてこれがもうメーリングリストに記載されてさせていただきますので、ご一緒に皆さん記入していただいて一緒に運動を作っていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。それでは閉会の挨拶を、森川さんより森川陽天さんよりお願いいたします。どうも。西大の森川と申します。時間的には今徳田原にいるところです。ほんの少し時間をいただきます。でご参加いただいて本当にありがとうございました。長時間の討議、まだまだ不足するところがあるのは次回のというかこれからの運動の中で
しっかりと皆さん の、あのご発言をいただき、それを反映させていくつもりでおります。先ほどご来申し上げてますけど、皆さんで作る、それで、議論の中では女性の輝く運動体にしたい、などで、それからキーワードとしては今までの2つの運動体があったけれど、それをさらに拡大する、成長するという成長という言葉も出てきました。でさ、実際にじゃあどういう形でいくかというと、今日ぜひお願いしたいのが、あのアンケート、それからアンケートの下の部分ですね、とりわけあのメール、SNS という言葉がありましたけれど、それの第一歩、基礎工事はこのメールのところにあるし、メールのない方は住所、お名前があるんですけど、住所等を入れていただく、そして今日それをいただけると大変ありがたい。特にあのメールのと名前とメールのところだけでも結構ですので、できるだけの方がそれを置いていっていただけると、で今日それが無理な方、あるいは隣近所の方もまだいらっしゃると思うので、そういった方たちにはあのご近所の知った顔の人に預けてくれれば、あの集中できる形を作りつつありますので、ぜひそういう形でお願いしたいと思います。終わりの言葉にしてはちょっと長く、またお願い事でしたけれど、これからの運動を本当に足腰強く対話を重ねていくということがとても重要ですので、その連絡網としての E メールリスト、こういったものも充実させていきたい。で、もちろんメールのない方たちにももちろんフォローさせていただきますけれど、できるだけそういったあのツールを使っての新しい運動体も充実させていきたいというふうに考えております。終わりにあたって、皆さんにお募りいただいたことに深く感謝を申し上げて、今日の会合を終わりたいと思います。ありがとうございました。ということですので、皆さんの力でみんなで作ってやっていきましょう。どうぞよろしくお願いします。これをもちまして、回答させていただきます。カンパも早いですね、集計していただきました。36,293人、皆さんご協力ありがとうございました。またこれの予算で皆さんで頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。